エジプト第六王朝は、エジプト皇王国時代の古代エジプト王朝。エジプト皇王国時代最後の王朝であり、その初期には活発な対外遠征を繰り返して、周辺諸国を征服した。やがて第六王朝の中央権力の弱体化とともに、エジプトの各地で州の長官たちが自立勢力となり、第一中間期と呼ばれる分裂の時代が訪れた。 この王朝の崩壊をもってエジプト国王国の終焉とされる場合が多い。テティ王のピラミッドテキストマネトは、第六王朝はメンフィス出身の六人による王朝としている。第六王朝の初代王はテティであった。第五王朝最後の王ウナスに男子がおらず、後継者問題が生じた。この後継者問題の後、テティが王座を獲得した。マネトや鳥の王名表などの記録ではこれをもって、 王朝の交代としている。テティがどのような経緯で王座を獲得したのかはよくわかっていない。テティの妻一夫一世はうなす王の娘であったとする説が有力であるが、裏付けとなる証拠は乏しく以前の王トールとテティの関係は不明瞭である。当時エジプトでは修行や上級管理の勢力が増大しており、テティは婚姻によって 有力管理家との関係を強化することを試行した。こうした有力管理の中でも最小であったメルエルカーは、サッカラに巨大なマスタバボを残したことで著名である。テティは、官僚性の発達した第四、第五王朝時代を通じて肥大化した行政機構の改革に取り組んだが、地政12年頃に護衛の兵士によって暗殺された。次の王として、 ウセルカラーが短期間在位した可能性がある。そうであれば、テティッセの暗殺の理由を説明する要素となるかも、知れない。しかし即位したとしてもウセルカラーは政権を安定させることに失敗し、一年足らずして、彼の統治は終わった。ついで王となったのは、ペピーセである。ペピーセもまた、父たちと同じように有力内へと隕石関係を築き、 中央権力の強化を図った。ペピ一世の時代に牽制を振るったのはウェニであった。ウェニは、もともと下級管理であったが、ペピ一世の高級で王妃による陰謀が発覚した際、それを取り調べる裁判官に任じられた。また、ウェニはご度にわたるアジア遠征を指揮し、勝利を収めた。このように、ペピ一世は、比較的順調に統治を進め、49年にわたって、 王座にあった。ペピ一世の後、ペピ一世徳ウイ家の娘の間の息子メルエンラー一世が即位すると、彼は自らヌビアへ行行し、ヌビアの首長たちから真珠の礼を受けるとともに、南部の総督となったウェニに五つの運河を掘削させ、ナイル川上流域の水上交通網を整備した。サッカラに残るペピ二世のピラミッド後メルエンラー一世に続いて、 やはりペピ一世と空意家の別の娘の間に生まれたわずか6歳のペピ二世が即位した。ペピ二世は100歳まで生き、実に94年の在位期間を持ったとされている。彼は後世のエジプトでは長寿の代名詞として知られるようになった。幼少の王に代わって実権を握ったのは彼の母アングネスペピ二世と最小のジャウであった。ペピ二世の長期にわたる 当地の後半になると、王権の統制が地方へと及ばなくなり始めた。もともと第五王朝以来、行政機構の整備に伴って激増した管理たちの報酬の確保が困難となっていた。このため、元来総裁儀礼等に関わる、ピラミッド都市などの管理職や領地を給与、温床として与える政策をとっていた。この政策は有効であり、第六王朝の長い安定と、 海外遠征の勝利は、こうした処置によって得られた強力な管理に支えられたものであった。そしてこうした役職や給与を可視することによって、王自体も管理らに対する権威を保っていた。しかし、これは、長期的には管理の勢力を王の手のつけられない規模まで拡大する効果ももたらした。すでに第六王朝の初期から就航職を世襲する有力家系が発生していた。 常日の空池もそうした家の一つである。ペピニセイの治世後半にはこれら修行に対する中央政府の統制は緩んでいった。とりわけ上エジプトの長官が上エジプトの地方神殿の管理権を手中に収めるなど、上エジプトにおける第六王朝の影響力は大幅に減退した。ペピニセイが死去する頃には中央集権国家としてのエジプト第六王朝は、 すでに有名無実のものになっていた。彼の死後相次いで王位についたメルエンラーニ世とネチェルカラーは共に極めて短期間の1日を失っている。マネトの記録では第6王朝の最後にネートイケルティが女王となったとされる。ネートイケルティは後世伝説的な説話が残された女王であるが仮に実在の人物としても 前代までの王と変わらず、短命の王であったようである。同時代資料には、ネートイケルティの即位を証明するものは発見されていないし、近年では、ネチェルカラーの王名が誤って伝わった結果、誕生した物語であり、実在の人物ではないとする説が有力になっている。鳥の王名表には、即位名として女性名である彼女の名前があり、誕生名には、サプタハという男性名がある。 こうして、短命王が連続する中で、第六王朝がいかにして終わったのかは不明である。エジプト皇王国の基本的な枠組みは、第七、第八王朝に引き継がれていくが、中皇が自立勢力として拡挙し、紀元前22世紀頃には、第一中間期と呼ばれる時代が訪れることになる。エジプト第六王朝時代には、第四、第五王朝時代に引き続いて、 ピラミッドの建造が行われているが、第五王朝時代に引き続きその規模はほぼ一定であった。しかし、これらのピラミッドは前例を踏襲してはいるが、建築法も劣り貧弱な状態になっている。第五王朝のウナス王のピラミッドに初めて作られた、ピラミッドテキストと呼ばれる呪文を記した碑文が、第六王朝の王たちによっても残されており、古代エジプトの宗教、 死生観などを知る上で、第一級の資料を提供している。また、ペピース星が残したピラミッドは、メンネフェルペピの名で知られており、その後メンネフェルという略称で呼ばれるようになり、やがて地名として用いられるようになった。現在メンフィスとして知られている都市の名は、このメンネフェルのギリシア語系である。第六王朝時代の建造物で注目すべきは、高級管理の残したマスタバや、 岩んくなどである。それ以前に比べてこうした高級管理の墓は目立って巨大化しており、その構造も質の良いものとなっている。明らかに官僚や就航の勢力が増大したことの証明でもあり、特にテティ時代の最初、メルエルカーがサッカラに作ったマスタバは保存状態も良く多くの発見がなされている。ペピー一世時代からメルエンラー一世の知性にかけて、 牽制を誇ったウェニもアビュードスにマスタバを残しており、ここからはウェニの電気が発見されている。ありがとうございます。